のまま進もう。必ずエルンストを阻止するんだ。オーラテイ。やめる。だが箱の力。オーラ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 。ひざまずけ。オーラ。ひざまずけ。オーラ。吐くんだ。ひざまずけ。口ほどにもない。遠くない。よかった。さあ、ここから冒険が始まります。新しい装備を獲得しま、どうやら、けん、うん、そうだな。気をつけろ、ブロンズ級のホワイトシーラムだ。烈風剣吐くぞ。テイオーラ。新しいカードを獲得しました。ソウルカードはここから確認で、新しく獲得したソウルカードを、ソウルカードを装備しましょう。ソウルカード装備完了。クエストを続けましょう。赤い髪のエレシア人、すぐ10年が過ぎた今、このカナンの地で何が起こるというの。ごめんなさい。これからオルハは、オルハのあの様子、森には魔獣、魔獣もそうだ。テイ。いた、近づかないで。私がすぐに追い払うから、急いで逃げて。すみません、おじ、ああ、いつか。そうだ、大事なことを忘れています。それなら僕、アルマ様、光の導きが我らレダ族の迷いを拭い去らんことを。アルマ様のお告げは、ですが。大丈夫。アドルさん。からかうの。あなたはオルハ、アドルと共に。この先はどうも。クバルス。オルハ様。それは。レダ族の戦士、クバルにより。オルハ、大丈夫かい？私の母、その母と父は10年前にこの地で起きた災厄に。確かあの日、意識が朦朧としている。ここをタップして会話をしましょう。父さんがエレシア人の町で冬、
笛をオルハに渡せばいいんだね。こんな素敵なもの、私、はい、この笛。ごめんなさいね。今日は食べ物を持っていないの。マグ、素敵。毛を少しだけちょうだい。これからこれで魔獣と、この術の効果はしばらくの。このピッカードたち、動きが妙だ。うん。ピッカードは魔獣に襲われることもあります。この姿でも魔獣には近づきすぎないように気をつけてください。術の効果がスミアドル、新しいカードを獲得しました。さ、ソウルカードはここから確認できます。あれはシルバー級以上の敵だな。注意しよう。ソウルスキルを使用して元素シールドを獲得できます。タクーザン、あら、くっ、なんとか倒せましたね。強敵に挑む。称号を見に行きましょう。称号をランクアップさせましょう。条件達成。報酬、この条件も称号ランクアップ、また強くなりましたね。さらに冒険に行きましょう。アルマ様、どうかレダ族の行く末に希望の光を。よかった、心境が。待て、すごい。オルハは王都の反対を。レダ族の皆さん、ゼーメの心。とにかく外に。スキルシステムが開放。戦闘の前にレベルアップさせるスキルを選択。ここをタップしてスキル、新しいスキルを獲得しました。今すぐ試しましょう。どうしたの？今村の外はとても。何が？その、あれ、どこへ。族長たちが出かけていったようだけど、もしかしてイーシャは。いずれにせよ魔獣の群れに。この魔獣の大群、一体何が起きたんだ。赤髪の冒険か。白山、あら、はい、しっかり、大丈夫ですか。これくらいの結果、いや、俺の力ではかなわない。あら、今だ。この魔獣たちを仕留めない。あの時の王道作者、ダメだ。こいつ、手強いぞ。烈風剣、逃がさない。白山、ほらほら、ソウルスキルを使用して元素シールドを獲得できます。
熱風剣。大丈夫？これぐらい。よかった。私アドル。一つ目、アルマ様の声が聞こえたのですか？感謝する。お兄ちゃん、これぜひ受け取ってね。オルハの物語を、このステージをクリアして祈願を解放。このかすかな人力に頼るしかない。オルハ、ゲージが満タンになりました。エメラスケの力を使ってみましょう。ほら、熱風剣。